はい、皆様こんにちは、金ちゃんです。ご視聴ありがとうございます。私はただいま愛媛県の伊予郡にあります戸部動物園に来ております。こちらね、動画パート2でございます。今ね、この時期、鳥インフルエンザのためね、展示や、ちょっとね奥の方にね、展示していらっしゃるんですね。南小陸はこちらで、こちらもね、見たいと思います。ボリビアリスザル、あ、いた、あれ、これじゃね、あ、いたわ。だけど網が細かい、隠れてきた。ちっちゃちっちゃく、うわ、かわいい、めっちゃかわいい。あ、上におるやん、うわうわ、めっちゃかわいい、すげえな。冬の、愛媛県、氷点下ね、マイナス2度とかになったりもするんですけれども、意外と動物は平気なのかな。それとも一回ね、また別の形で、室内で夜は過ごしてるのかな。ちょっとそれは分かんないんですけど、すごいな、めっちゃ綺麗。はい、こちらが、ボリビアリスザルでした。で、今ね、こちらに見えておりますのがフサオマキザルでございます。フサオマキザル、はい、すごい。すげえ、めちゃめちゃ速い。ほうほうほう。で、こちらは、あ、なるほど、こちらはね、鳥のコーナーですね。はい。で、こちらが、うわ、ジャガーだ、ジャガー。すげえ、はい、ジャガーです。猫科だそうです。はい、あれ、潜っちゃったな。あれ、潜っちゃったぞ。あ、足が、あ、くつろいでる。あ、出てきた。ちょっと拡大しましょうかね。
ちらの動物は、はい、ピューマでした。猫科の動物を展示してるんですかね。はい、こちらも一緒ですね。なんだろう、やっぱ喧嘩しちゃうのかな。なのかオスなの、オスとメスが形で展示されてるのか。先ほどのですね、黒い、ジャガーさん、そちらは、お、寝た寝た寝た。ああ、お客さん来ないかなっていう感じなんでしょうかね。やっぱ毛づくろいする感じのところを見るとやっぱ猫ですよね。お、はい、そっち、先ほどのね、黒い、ジャガーさんの動画はね、別に、出したいと思いますので、そちらもですねぜひご覧ください。次のエリアは、何でしょうかね。ライオンの、ライオン車だ。はい。ライオン入れますかね。いた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 、ライオンキングやんいやこれライオンキングやな、まさに、ね、日の当たるところにいる、いますね。あ、降りたい降りたい、降りました。うわ、すげえ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 、かっけえ、日に浴びた、日に当たるライオン、マジかっこいいわ。
げえな。ね、お二階はどうなってるんでしょうかね。お二階は見れるのかな。外を行けるのかな。あ、なるほど。あ、お二階からは、あ、こういう感じで見れるんだ。いました。よいしょ。いやー、気持ちよさそうですわ。よいしょ、はい、ね、こういう感じでございました。ではですね、こちらの動画、とべ動物園パート2の動画、これでお開きしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。パート3もどうぞ見てください。